テルブタリンは、速攻性の交換神経、ベータに需要体作動薬の一つである。商品名ブリカにいる。日本では、蛍光剤及び皮下注射剤が販売されているが、海外では、全息のリリーバーとして吸入剤も用いられている。また、適応外使用として、切迫早産の抑止にも使用される。アメリカ産科婦人科学会は、そのような使用を推奨していない。 テルブタリンは世界アンチドーピング機関の薬物リストに集裁されており、オリンピック選手の場合は、事前に治療的吸入使用の許可を得ない限り、使用禁止とされている。日本で承認されている効能、効果は、気管支喘息、慢性気管支炎、喘息性気管支炎、気管支拡調症、廃棄種である。錠剤のほか、後発品に再流剤がある。 期間資格調症及び、排気種には、シロップ剤は使用できない。非化注射剤は、気管自然足にのみ使用できる。全速発作時のリリーバーとしては、テルブタリンのトン用使用に比較して、維持療法に使用するブデッソニド、ホレモテロール配合剤を、追加吸入する方が、最初の重度増悪までの期間や重度増悪、軽度増悪した患者の割合について優れていた。 子宮収縮抑制剤として、早産の抑制に使われることがあるが、胎児の心筋へ死が発生することがあり、2011年には、米国で72時間を超える投与が禁止された。そもそもテルブタリンは、子宮子患剤としては承認されていない。FDA の胎児危険度分類は、C であり、妊婦に対して、日常診療に用いる薬ではない。 米国産科婦人科学会もまた相残要望に、テルブタリンを48時間以上用いないよう呼びかけている。注意すべき重大な副作用は、アナフィラキシー様症状と血清カリウム地低下である。窒素を収縮する酸球、ブチル元が交換神経、ベータに需要体選択性を高めている。ベンゼ前ン官の4位に水酸元がないことで、コントの影響を受けがたくなっている。 テルブタリンは立体中心を含み、二つのエナンチオマーからなる。これは、ラセミ体、すなわち体と体の位置、位置混合物であるドラマ、アンサングシンデレラ第11回では、早産の患者に対して、リトドリンの代わりにテルブタリンを近くの内科から取り寄せるシーンに引用されていた。ありがとうございます。